ラキュラ。これはルーマニアのお話です。皆さんはルーマニアのトランシルバニアという地方に今も残る恐ろしくも悲しい言い伝えをご存知ですか？霧深い山奥のこのお城にドラキュラ族という人の生き血を吸って生きている吸血鬼たちが住んでいるというのです。そして夜になるとたちは目を覚まし、お城のお墓から出てくるのです。そして人の生き血を求めてコウモリに姿を変え、お城から出ていくのです。人里では今夜もまた誰かが吸血鬼の餌食になるのです。そして吸血鬼に血を吸われた人間は自分も吸血鬼となり、夜になると人の血を求めてさまよい歩くのです。さて、ある嵐の夜、トランシルバニアの山奥を走る一台の馬車がありました。馬車にはシャロンという美しい娘が乗っていました。シャロンは山の向こうの町に住むおじいさんを訪ねるためにこの馬車に乗ったのです。そのすごい嵐の中、馬車が峠を通りかかったその時です。それはあっという間の出来事でした。馬車に乗っていた人たちはシャロンを残してみんな死んでしまったのです。それからどれくらいの時間が経ったのでしょうか。シャロンは素敵なベッドの中で目を覚ましました。ここはどこ？どうして私はここに？あっ！お怪我が軽くて何よりでした。私の名はクリストファー。あれは父のドラクラ伯爵です。シャロンはこのお城が吸血鬼の住処だとは夢にも思っていません。それにしても美しい方だ。息子の嫁にあなたのような方が来てくれれば嬉しいのだが、ノー、クリストファー。はい。シャロンにとってそれはとても嬉しい言葉でした。シャロンはクリストファーを一目見たその時からすっかり好きになっていたのです。そしてその気持ちはクリストファーも同じでした。さて、夜も寝静まった真夜中のことです。
今日から君は私の花嫁だ。十字架には吸血鬼の魔力をなくし命を縮める力があるのです。さて次の朝です。部屋は蜘蛛の巣が張っていて埃にまみれ荒れ果てていました。昨夜の出来事は幻だったのでしょうか。お城の中は見る影もなく荒れ果てて人の気配もありません。クリストファー様、クリストファー様、クリスト。シャロンは地下室に降りるドアの前に来てしまいました。そして見てはならないものを。あれは、それは確かにドラキュラ伯爵のマントでした。シャロンは全てを知ったのです。こうなったら少しでも早く逃げ出さなくては。入り口には鍵がかかっていました。見たね。君は見てしまったんだね。秘密を知った者は殺されるのが吸血鬼の掟だ。あなた。そこには吸血鬼クリストファーが立っていたのです。でもクリストファーは優しくこう言いました。私はそこには行けない。吸血鬼は日の光に当たると死んでしまうのだ。シャロン、これをあげるよ。それは門の鍵でした。なぜ、なぜ鍵を。シャロン、一目見た時から僕は君が好きだ。クリストは、私もあなたを。早くお逃げ、日の暮れぬうちに。急ぐんだ。夜になれば吸血鬼が君を追いかける。シャロン。でもとうとう恐ろしい夜がやってきたのです。皆の者、決して逃がしてはならんぞ。手は一つだ。それを僕に。クリストファーはシャロンの十字架を引きちぎりました。吸血鬼にとって十字架を持つことは死ぬより辛い苦しみでした。早く行け、シャロン。クリストファー、やめて。早く逃げるんだ、逃げるんだ。クリストファー。シャロン。あ、父上。シャロンを助けてください。シャロン。バカ、お前は吸血鬼の掟を忘れたのか。そこをどけ。父上、ここは一歩も通しません。血迷ったか、クリストファー。十字架を捨てろ。死んでしまうぞ。父上。シャロン、シャロン。やめろ、やめてくれ、我が子よ。死ぬな、シャロン。シャロン。
それはシャロンを心配してやってきたおじいさんと町の人たちでした。シャロン、おじいさんだ、おじいさん。あ、シャロン、無事だったか。おじいさん、シャロン、よかった。霧の向こうで小さく燃える青い炎、それは愛のために身を滅ぼしたドラキュラ、クリストファーの魂の炎でした。シャロンは燃え尽きていく小さな炎をいつまでも、いつまでも見つめるのでした。